エルモ囲いとは、将棋の囲いの一つである。対抗型における、拒否者側の玉形として用いられる囲いで、コンピュータ将棋ソフトのエルモが、タイブリビ者での一飛者側の囲いとして多く採用したことから、この故障が定着するようになった。コンピュータ将棋ソフトエルモによる採用をきっかけとして、注目されるようになった囲いで、対抗型における拒否者側の新たな囲い方として、 注目を集めた。医者側は7八玉、6八銀、7九金型に陣形を組み、気を見て、右金を多くの場合は5八ではなく5九に寄せることで、金銀3枚が連結した、連携の良い布人が構築される。2020年4月1日、第47回将棋大賞にて、増田構造賞に選ばれた。コンピュータ将棋ソフトが受賞するのは初である。 将棋プログラムエルモは2017年の世界コンピュータ、将棋選手権で優勝し、さらにフリーで公開されたことで、多くの騎士が研究に取り入れるようになった、将棋ソフトである。それまであまり使われていなかった玉の囲い方をエルモが好み、それが優秀ということで注目された。将棋ソフトの名が冠された戦法は珍しいが、エルモ囲い急戦は主に角道を止めた。 振り飛車に対して、特に対ミマビしゃに多く使われる。その背景には三剣飛車にはアナグマを目指すのが危険だという、この数年の風潮も関係しているとみられる。アナグマを目指して一方的に攻められるくらいなら、居飛車も急戦で戦った方が良いという考えが影響している。他に島ビしゃに対しても使われることがある。数が三剣飛車対エルモカコイ急戦の 基本図の一つとも言える局面である。エルモ囲いの骨子は、この79金と寄った手で、玉の下に金がいる形は、安定感がある。従来の囲いは69金をそのままにして49の、金をも8に上がることが多かったが、中央が手厚い反面、将来的に99角なりと馬を作られるようになった時や、87の地点を狙われた時に、玉が一気に危険になってしまっていた。 それに比べるとエルモ囲いは88をカバーしているだけで、なく、6九からの闘争ルートもあるため球が広く、簡素ながら見た目以上に、耐久力のある囲いになっている。4九の金はそのままか、展開によって5九金や58金で固めていく。5九金と寄った形は、従来見ない格好であったが、金銀の連結がよく意外に硬い。右の金を攻めに繰り出す金先や、 冒金戦法で、昭和の時代にもこの七九金の囲いは刺されていた。ただし、金二枚で囲えない状況でコンパクトな囲いを求めた、もので、現代のエルモ囲い九戦とはやや趣きが違う。一例に、随地は五三歩から四二銀型三間飛車から五四歩、四六銀四三銀三五歩と進む。 三権飛車に対して三筋を攻めるのは少し率が悪そうであるが、従来の急戦と比べて玉が硬いので、攻めになればペースをつかむことができる。仕掛けとしては四六銀左先方対島飛車の急戦に近いが、どこかで後手の飛車先が直通しても、金を四九に置いたままなら、成り込みを気にしなくて良いのが強みとなっている。図から三五同歩同銀と銀が進めれば、 先手十分である。棒銀系の攻めは、銀が五段目に進出できれば裁く目処が立つので、させるのである。移行は四二角が一例で、先手は三八比のような展開で戦うことが予想される。別の仕掛けもある。図二から四三銀と上がった場合は、四六歩で角交換を目指しに行く。序盤の駆け引きで、五手が早めに四三銀を上がった場合などにも有力である。 三角四歩四五歩とぶつけていく。四五同歩なら三三角なり同形に四歩、同歩同比で、飛車先の突破に成功する。四二銀型に対して四六歩から四五歩と、攻めても三三角なり二同銀があるため、四三銀型のみに有効な攻め筋である。図二では四二飛と歩のぶつかった筋に飛車を振ることになり、先手は三七桂で攻めに厚みを加える手や、五九金とよって、 飛車の睨みをかわしておくかなどもある。こちらの仕掛けは島飛車対四五歩早仕掛けに近い。このように、エルモ囲い急戦は、相手の出方次第で仕掛けのパターンも変わっていく。まだ出始めたばかりで、定石も整備されておらず、これからの数年で、どんどん進化していくとみられる。AB 渡辺二冠も王将戦で採用。タイブリで、最近人気のエルモ囲いの組み方とは 玉の囲い方、第63回、日本将棋連盟2019年3月28日、配信ソフト公案のタイブリヒシャガコイ、エルモガコイの注意点と発展型とは、玉の囲い方、第64回、日本将棋連盟2019年4月13日配信、藤井聡太七段も、太鼓番。ここがすごいぞ、エルモガコイ。ヤフーニュース。2020年4月6日閲覧。 ありがとうございます。